おはようございます。黒三つ葉です。ということで、前回好評だったね、このチャット GPT を使った、まあ、モンスト攻略ですよ。まあ、しっかりと前回はね、適正キャラを教えてくださって、無事クリアすることができましたので、まあ、今回もこちらにね、頼っていこうかなと思います。ということで、今回やっていくのは、まあ、イザナミと来たらクシナラでしょうということで、クシナラやっていきますか。はい、ということで、モンストのクシナラの適正キャラを教えてもらいましょう。何が来るか。モンストのクシナラ、いや、ちょっと範囲広すぎる。いや、めちゃくちゃなこと言ってる、こいつ。こいつめ、あ、ん？いや、ちょっと待って、天聖白は絶対違うゲーム。絶対に違うゲームだから。もう完全にパが混ざってます。パが。さあ、ということで、ちょっと聞き方変えてみましょう。丁寧な感じで行きましょう。モンスターストライクの超絶、クシナダで強いキャラクターを教えてくださいと。さっきみたいにパンのキャラクター出されても困りますからね。これはモンスターストライクなんで。はい。モンスターストライクの超絶、クシナダで強いキャラクターとしては、以下のようなキャラクターが挙げられますと。はい。1、ゼウス、イコールオメガ。進化前。神カゴ、これ2体つべってこと。まあ、進化前か神カゴってことだろうね。あ、でもこれ結構合ってんじゃない？ダメージウォール向こうは持ってるからね。属性耐性神カ持ってたっけ？でも重心化とかは持ってた気がする。うん、重心化は全属性耐性 M 持ってるわ。で、村雲の信頼。まあ普通に村雲はいるよね。あのドラゴンキラーとか持ってる。あの村雲はいるし、神川、なんだったっけ、聖騎士キラーかなんかだっけ。で、山竹とかで強いやつが、なんかいたような気がするから、まあ村雲だったら連れていける。ただ、信頼っていうのは、ちょっとわからん。うん、また後で調べてみましょう。で、次が、双翼の天使ラファエル。まあラファエルは、普通にね、神川もいるので、神川の方連れていきましょうか。で、バハムートもいるでしょ。なんか、オメガ多くね？ちょっと待って。暗黒騎士団長になっちゃったんだけど、アーサーが。アーサーが暗黒騎士団長になっちゃったんだけど。闇落ちしたアーサー？見たかねえよ、そんな。いや、でもこれは、結構合ってるんじゃない？前回に比べたら全然合ってると思う。ちょっとこれで組んできましょう。うん、やってみましょう。はい、ということで、前回同様ね、図鑑の方で見ていこうかなと思います。まずはゼウスだね。ゼウスなんだけど、神化めちゃくちゃ多いんですよ、このキャラ。そう、ダークゼウス、あ、進化のあれで見せた方がいいか。そう、3種類もいるんだよね。で、全体的な火力が高く、属性耐性や、ダメージウォール無効などの強力なアビリティ持ってますっていうことで、まあでも一番強かったのはダークゼウスなんだよな、一応。まあただ、ちょっとこのクリスマスゼウス作れるかな。あ、いけるね。これさ、ちょっとクリスマスゼウス使う？せっかくだし。そんなにね、弱くなかったはず。ダークゼウスとそんなに変わんなかったはずなんで、ちょっとクリスマスゼウスせっかくなんで使いましょう。火属性だし。で、次が村雲の信頼ですね。信頼なんだけど、この神の雷はいるんですよ、結構。結構いる。まあ、風雷はじめね。ただ、まあ、村雲で捉えるなら、こっちなんですよね。で、一応神かごって書いてあるので、まあ、こっちかなって感じですね。まあ、普通に強いよね。うん。ツインワンウェイレーザー持ってるし、まあ、聖騎士キラーってことで、まあ、なんならね、これ、もし山竹編もやるんだったら、そっちで出てほしいキャラではあったけど。まあまあ、いいんじゃないかな。うん。これで行きましょう。で、ラファエルですよ。ラファエルの神化。これ俺出せるかな？またフレンドお願いしないといけなくなるかもしんないけど。まあ、重力バリアは持ってないですけど、一応存在しているキャラではありますよね。で、双翼の天使っていう、双翼の天使っていうのがないんだよな。だからまあ普通に神化のラファで行きましょうか。で、バハムートなんですけど、バハムートは神化いないんすよね。なので、もうちょっと暗黒騎士、笑っちゃうんだけどこれ。
これマジ笑っちゃうんだけど、暗黒騎士団長アーサーの方連れていきましょうか。まあ、アーサーで言うと2体ヒットしてね、まあ、こっちでもいいんだろうけど、やっぱ今回は神化って書いてあるので、まあ、こちらのアーサー使っていこうかなと思います。懐かしいね。でもこれ結構いいパーティーな気がする。うん、ちょうどいい難易度になる気がする。さあ、ということで、やっていこうかなと思います。行きましょう。はい、ということでパーティー組んできました。ゼウス、村クモ、暗黒騎士団長、アーサー、ラファエル、神化と。いうことで、このパーティーでやっていこうかなと思います。で、まあ前回同様ね、450は、またどうせね、聞いたら、当たり前のことを返されますので、前回に引き続いて、パックを連れていこうかなと思います。ということで、行きましょう。レッツゴー。さあ、どうかな、さすがにね、さすがに勝ってもらいたいけど。なんか、ゆっくり出ましたね。行きましょう。いや結構友情強えぞ。思ったより友情が強い。これ結構圧勝なのでは。ちょっと神化アーサーが強すぎたか。あと村雲のね、このツインレーザーも普通に強いね。でもいや村雲悪くねえわ。多分これアーサーだ。アーサーが思った以上に強い。まあでも時代的に言うとそうか。アーサーが出た頃はあれどうだろう、どんくらいだっけ。爆絶1巡目終了したぐらいだっけ。ちょっともう記憶が曖昧だな。かなり結構後なんですよね。神化の中でもかなり後半に出された、その最近というかね、まあ、最近も獣神化、獣神化前で、ガチャキャラ登場してると思うんですけど、ちょっと前は進化神化で登場してたんですよ。で、その前が、進化だけで登場した時期っていうのがあって、その進化だけで登場してたキャラは、今でいう獣神化だったりとか、獣神化界の発表みたいに、後からね、神化が追加されるっていう感じだったんですよ。で、その時のもう本当に最後の最後に、実装されたのが、このアーサーと、あとはアリス。だったっていう記憶なんだよね。だから結構強いはず。うん、獣神化が出るぞっていうそういうタイミングで出たキャラたちかな。そうだからね、実はアーサーの副友情コンボって獣神化と同じように威力下がってないんですよ。神化の友情コンボだと普通は威力3分の1とかになったりとかするんだけど、このキャラはねなぜか特別に、うん、友情威力下がってないね。さあ、ということで、まあ、村雲はできるだけ下にいたいかな。やっぱりレーザー強力なんで、そうだね、下に置いときたい。で、もうパックが発動条件満たしてるので、まあ、ここら辺からは、まあ、本当にゆっくりやっていく感じだね。いや、でも、神化ラファエル可愛いな。てか、ラファエルってどの形態も可愛いんだよね。マジで。奇跡のキャラだと思うわ。昔はね、本当にこの、水の遊園、ラファエルが出たりとか、あとは、ダルタが出たりとかっていうことで相当人気だったからね。まあそのなんだろう、モンストの売り上げを支えたテルーマンに美味しい飯を食わした女の一人ですね。言い方めちゃくちゃ悪いな。よし OK で、まあ、ここのループはね、そんなにきつくないんですよ。イザナミと違って一体蘇生なんで、まあ、じわじわとやっていけばそのうち突破できるかなっていうゾンビループですね。さあ、ここでゾンビループ抜けられるかな？オッケー。そう、今日俺ね、あれなんだよ。天魔やろうと思って運気持ってんだよね。だからちょっとそれが邪魔かもしれん。ちょっと強すぎるかもしれん。結構やっぱ運気ってスポットチートだよな。なんかもちろんね、豪絶とかの時も使ってたけど、天までより分かったよね。あれぐらいギリギリの調整とか敵の HP とかしてあるところにクリティカルとか入るとやっぱちょっと格が違うもんな。うん、すごい一手で楽にしてくれる。本当にぶっ壊れスポットだと思う。さあ、オッケー。まあ、真下に配置してある村雲をね、とりあえず発動させていけば。ちょっとでもこれ、火だめ痛えな。あ、毛が減りついてんじゃん。マジ？これ、フレンド出してもらったんだけど。すげえな。ちゃんと神化まで厳選してあるんだもんな。
まあハート取ったけど、うん、まあ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 いいでしょう。いやでもこれワープ遊ばれるな。うーん、アーサー当たりたかった。でこれワープは入ってないね。入ってないんで SS ランダだよね。ランダで貼り付けましょうか。ストライクショット OK。 まあ火力的には低いけど、あの位置にね配置できた。いやでも毒3体か。毒3体結構しんどいかもしんない。ここの毒確か7000毒ぐらいあるんだよね。7000毒ぐらいあるんで、うわー、しかもスプリッツはやれんかった、ちっちゃい方。かなりしんどいぞこれ。ハート欲しいけど無理だよな。うわー、死んだわもう一回行きましょう。うわー、負けた。なんでそこ靴湧くの。ここ耐えればまだワンチャンス。ないさあ、ということで戻ってまいりましたよ。マジで負けまくってるこのフェーズで。いやもうここがもはやラスゲまである。え、これアーサーの SS 打つ。アーサー打ちましょうか。ちょっと打開します。ストライクショット。いや強いな。100万出るなら十分だよ。でこいつ HP 高すぎん、中ボススプリッツァこんだけ HP 高いとな。相当きつい戦いになるよな。でもこれでワープ雑魚やったんで、こっからワープが展開されることはないっすね。蘇生は確かなかったはず、このフェーズは。 OK、雑魚処理に SS 使って、金波も取れるんで1個だけ取りましょうか。 OK、 ちゃんとハートを大事に立ち回っていきましょう。いやーマジでこのフェーズで SS2 個使って大丈夫か。ラスゲーとか結構地獄だぞ。まあでもパックもあるからな、正直そこでなんとかなる感はあるかも。本当にヤバくなったらパックが打てるっていう、うん、その余裕はあるかな。さあレーザー飛んでくる。で次拡散弾プラス毒なんで、ちょっと一旦勝破取って、様子見かな。でこれ次毒飛んでくるんで、そこで金波を取ると。よし、村雲のレーザー刺さっていく。でアーサル抜けていこう。 OK。 いやいや立ち回り的にはいいんだけど勝てるのかマジですげえ不安になってきた。さあ横間で雑魚処理しながら。いやだって本来であればこのクシナノなんて秒で解けるぞマジで。ワープ多すぎ。これじゃ動きが取れん。さあレーザー飛んでくる。あ、でもワープの量だいぶ減ったんで、これで抜けられれば。抜けれないか。ここはじゃあ縦で。いやでもこれ倒しちゃうかな。下にいて。 OK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 。 剣取りながら村雲下キープ、これ相当いいんじゃないかな。で朝始まりでしょ、悪くないよ。 OK、 これでとりあえずワープは阻止した。ストライクショットいってみます。ちょっとワープ運ゲー感もあるけど、まあ縦に弾けばそんなにひどいことにはならないでしょう。確か十字レーザーだし。ストライクショット。あ、一番最悪なとこ引いたしかもクソほど弱え何もしてないのと一緒ぞそれ。いやーでもうん、いいねいいねいいね、しっかりレーザーは刺さってるよ。ワープ消えんか。
これ乗ってんだもんな。だって上だけは行かないでくれ。いや最悪上行ったこと考えるか。うん、よかったよかった。これまずいな。ラファエルの位置がすげえあいつの攻撃食らいそうなんだよね。それあでも意外と痛くない、言うほどではなかった。いやまずい。ストライクショットかな、パックよりかは。まず、もう最悪、もう最悪もう最悪だよ。全てが最悪な方向に向かってる。もう無理だよ、こんな数ワープ展開されちゃったらもうきついよ。いやーちょっとこれまずいな。さあ抜けました。アーサー剣持ってるんでいきなり SS ぶっかましてもいいな。正直もうラファエルの SS は二度と使わんので、やっぱこのレーザーだよ。このレーザーをどれだけ活かせるか。ムラクモのレーザーがマジで鍵になってる。爆発当たりたくない。 OK、 爆発だとね半減されちゃうんで、できれば爆発当てずにね行きたかったね今のとこは。ただ次の配置よくねえんだよなこれ。まあ村久も初ターンだから動けるけど、あーやれないか。まひると最悪だったけど、まあなんとかなるか。アーサーの位置がよくねえ。あいや、うん、SS じゃいいのか。あ抜けれられなかった。ちょうど対角にいるんですよ中ボスのスプリッツァーが。だからそこで SS 打ちゃいいかなと思ったけど、2点勝ったなそもそも。あー抜けちゃった。まあ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 いいでしょう。アーサーボスの近く行ったんでレーザーは吸ってくれるはず。これアーサー届く？スプリッツァーの重力食らってるからな、届かねえなさすがに。ゼウスまでは届いた。ただ十字レーザー食らうなその位置。オッケー。アーサーだけはまひるな。うわーアーサーまひったー。アーサーだけはまひっちゃいかんかったのに。いやパックでしょ、もうここ打つしかないよ。やらすげえ、ゼウスで乗り切らんといかんか。いやでもこれハート取れるんじゃない？うわ取れない？耐えないよね。ですよね。いやなんかいけそうだぞこれ。さあということでだいぶ慣れてきたよボス戦まで。うん、なんか上手くなってる確実に成長しながら戦ってます。まあ、とりあえずここでしっかりと
ワープザコ倒して、まあクシナナの出すワープもあるんだけど、ワープの数減らしていくと。でここもレーザーっていく。うん、で SS ここまで使ってない。あのラファエルの SS は使ったんですよ。でも使ったんだけど用途が全然違って、あれなんだよね、あの敵を倒さないために使うっていう弱い SS がゆえのゆえのターン調整に使ったっていう。なかなか使ったことないね俺、その使い方で SS を。OK、 これしっかりはまれるの偉いな。で村雲の友情コンボで削っていく。まあできれば金波取りたくないね。よし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 。でこれワープ乗ってるんで、ゼウスは次のターンちょっと考えないといけないね。まだ乗ってるよね。これでどう？オッケー。確実に引いてった引きでもぎ取ったぞ。よし、オッケー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 。いい雑魚処理、いい雑魚処理。ターンにはね余裕あって、ボスも十字レーザーと即死以外攻撃ないんで、割とうんしっかりやっていけばいけるかなって感じだね。さあ村雲の配置も悪くないですよ。ギリギリレーザー当たるかどうかのところなんで全然悪くない。あ、余裕で当たるね。思ったより左寄りだったわ、クシナダが。でアーサーのレーザー強いね。ここはアーサーでしっかりスプリッツァー落としていきたい。落とした、よし、よし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 。ストライクショット、これでしっかりと、まあ、十字レーザー食らうけどレーザーでね殴り合いの体勢を取っていきましょう。お前がまひる分にはどうでもいい。レーザー当てたいな。あー逆に当てられるっていうね。あーそうかそうか、麻痺か。これレーザーえぐいんじゃねえの。オッケー、60万。いやでもこれちょっとハートが遠い展開になりそうなんで、もうここで取っちゃうか。安牌で、うん、安全に行きましょう。即死まで12ターンもあるので、あでもその勝破は取りたくなかったな。それ育てたかったな。でまあここはもう運ゲーなんで、まあしゃあない。村雲とスプリッツやりましょう。よし、ちょいずれでレーザー爆発。あーダメか、爆発当たれれば理想だったけどね今の。うん、蘇生がある。あったここ、あー当たれねえか。いや村雲の配置がマジ神がかってたな。アーサー金波取って、もう抜ける準備ですねこっからは。いやパックも SS も使ってない、全部溜まった状態でいける。よし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 、来た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 よ来たよ。とうとう来たな、この時がですよ。ストライクショット行ってこい。こいつはメテオ SS ですね。結構火力入るはず。ドン、オッケー、十分すぎる十分すぎる。初ターンにこの火力与えれたのは十分。
で村雲は張り付きたい。ストライクショット、本当は左側が良かったんだけどね。左側に弱点2つあるからそっちの方がダメージ効率はいいんだけど、まあ、ちょっと配置的にしょうがないのでっていうことで、でここは SS 使わないです。まあ剣持ってるから打ちたいところではあるんだけど、レーザーの SS って、あ、まあ、いや、いけるか、行くか、行くか、剣持ってるもんな。ストライクショット弱点2個通れるもんねこれ。うん、レーザーの SS、 まあレーザー系なんだけど弱点にも判定あるんで、出てないところの弱点にも、だから弱点の位置をなるべくいっぱい通るような打ち方するとレーザー系は強いね。さあ、まあしゃあないな、ラファエル。そこはパック行きましょう。ちょっと一旦ここを落ち着いて雑魚処理しましょう。いや勝ったんじゃねこれ。結構諦めかけたけど、やっぱ AI は嘘つかないってことなのかな。これだって2連勝だぜ。もう AI やっぱ嘘つかないんじゃない。いやチャット GPT すごいわ、すごい、チャット GPT 天才勝っちゃったよ。ちょっと予想外だったな。普通に1時間かかったけど、いやーなんかすげえこれは。あー普通に取っとけばよかったな今のね、新機能ラキモン作ってねえのバレたいやー、いやよかったよかった。いやちょっと面白かったね今回も。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回もですねチャット GPT にパーティー選んでもらって、クシナナの方やっていきました。まあなかなかね、いいパーティー選んでくれますよね。接戦になってなおかつ楽しいっていうということで、まあ、ぜひねこのシリーズ面白いなと思ってくださった方は、この動画にね高評価とあとはチャンネル登録の方お願いします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。